はいどうも、岸です。UC5 続きやっていきたいと思います。キャリアモードですね。今回は、前回ですね、UFC 第2戦を、終えてですね、今回第3戦目というふうな感じになっております。WFA から UFC に、移ってですね、今回第3戦目というふうなやつになってます。UC のデビュー戦はね、非常にこう、いい内容で勝てたのかなって思ってたんですけど、UC 第2戦目は、ちょっとね、いろいろと課題が残る試合になったかなというふうに思っております。まあ、それも含めてですね、今回、バシッとね、3戦目勝っていきたいなと思います。で、引き続きですね、ちょっとね、トレーニングキャンプ、こなしてですね、やっていきたいと思います。今、ちょうどですね、もうね、3週目ぐらいまでね、やってるところもありますんで、まあ、このままね、ちょっとスパーリング続けて、早速ですけど、もう試合にね、この後もすぐ行きたいなと思いますので、一旦ね、ちょっとスパーリングと、仕上げて、試合に向かっていきたいと思います。で、あと、今回ですね、構えをですね、また変えました。はい。まだね、それ構え変えてから初めての今回試合になるので、どうなのかな、ちょっとちゃんとフィットするのかなというのも含めてですね、ちょっとそのあたりも楽しみに、していこうかなというふうに思っております。ということで、早速やっていきたいと思います。はい、ということで、トレーニングをね、しっかりやってきました。だいぶね、いい感じに、仕上がったんじゃないかなというふうに思います。じゃあ今回ね、早速なんですけど、お、つけ上がるのよ、騎士まだまだファンが少ないですね。まあ、しょうがないですね。今回注目度ちょっと上げきれなかったですね。トレーニングしっかりちょっと集中してしまった感じだったんで、まだまだちょっとね、注目上げていかないとね、上に上がれないですから、まずここは実績もね、作るという意味では、ちょっと頑張っていきたいなと思います。ということで、早速試合に進んでいきましょう。今回ね、先ほど言ったようにこう構えをね、ちょっと変えてみたので、それもちょっとどんな感じになるのかなっていうところですね。であと、前回同様、ちょっと足技のところとかはね、結構しっかりとね、やっていきたいなと思いますけども、さあ、多分構え変えたせいでね、またあのプロフィールの画像がちょっと微妙に淡い感じになってますね。これね、なんか変わるんですよね。また後で戻しておきましょう。さあ、今のところ10戦10勝パーフェクトレコードでございます。さあ、皆さんに進化した姿を見せれるように頑張っていきたいと思います。さあ、構えのところ、かなりね、ナチュラルな構えになりましたね。そう、ちょっとね、やっぱね、腕がね、この後ろに、こう上に上がってる方がね、見た目もかっこいいんですよね。そう、ナイス。そう、やっぱ前蹴りを使えるようになってから、だいぶこの距離の取り方っていうのは変わりましたね。危ない。OK。まずはね、焦らずね。OK。そう、ミドル、そう。お前蹴りですね。必要以上に近づかないですね。はい、ナイスミドル。おい、膝。OK。ああ。おいそう、ナイスコンビネーション。おいそう、ナイスコンビネーション。 OK、おいナイスコンビネーション。いいですね。おいそう、おいそう、回転蹴りもたまにはね、出していかないと。せっかく覚えたんでね。そう、おい、おい、ナイス。OK。さあ、相手も動きがそんなにないですね。残り1分ですか。おいっさ、ナイス。うん、おいそう。さあ、ここで、はい、
おーっと、うまいね。うん、おい、そう、おい、ナイスボディ。おい、そう、そう、いいですね、乗ってきてますね。おい、そう、ナイスコンビネーション。おい、おい、ナイスボディ。よいしょ、あーっとー、そう、おい、そう、前蹴り、はい、オーケー、ミドル、そう、ミドル、そう、しっかりね、蹴ってますよ。地味にね、こうやってボディ削ってますから、オーケーです。まあ、まずはスタンドでしたね。うん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 、ポイントもしっかり取ってると思いますし、ダメージも食らってないですね。やっぱりね、スタミナと回復力、やっぱこれが一番大事ですね。まあ、このあたりやっぱしっかり体力を作ってきてるので、まあ、多少の相手の攻撃はね食らわないですよね。スタミナがあるんで一方的に攻撃コンビネーションねやっても疲れない。うん、いいラウンドだと思うんですよね。さあ2ラウンド、さあ距離感はいいですね。その無理にちょうどいい相手の、お、さすがコンビネーションカットしてきましたね。さあミドル効いてきますよ。そう、そう、相手この位置だとね、ちょうど入ってこれないんですよ。そう、よいしょ。おい、おお、完璧ですね。でも急激に決まりましたね。タイミングが完璧だったんでしょうね。よし、さあバックステップで下がりながら蹴る。ハイキックでの KO は初めてじゃないかな。いいですね。グラウンドの攻防にちょっとね、実はラウンド終盤ぐらいで持っていこうかなと思ったんですけど、まあここはきっちり決めましたね。今回はでもかなりいいラウンドというか、試合的の内容的にはすごい良かった気がしますね。まあほとんどダメージを負わずにしっかり距離取って、まあ、前蹴りで距離作って遠めのフックとジャブと、でまあボディも散らしながら、近づいてきたら膝ということで、スタンドのスキルは良かったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、あとはやっぱグランドの技術に関してはまだ相手がねこうレスリングに来なかったですから、やっぱりスタンドで相手が来るんであれば、まあそれに行ってもいいかなという感じですよね。はい、ということで、バッチリですね。ラウンド全てしっかりね攻撃当てて勝ったんじゃないかなと思います。キャッシュもだいぶ入ったんじゃないですか。パフォーマンスオブザナイトまたもらいましたね。ファイトオブザナイトも、これはやっぱめちゃくちゃいい印象を与えてるんじゃないですか。またダナホワイトさんからすごい賛辞送られるんじゃないですかね。87日後に着きました。まあ大体3ヶ月か。ディフェンスを磨かなくてもいいと思ってるから、ね、ディフェンス完璧だったでしょ。圧巻だった。おー、いいね。ダナホワイトさんの評価は高いんですけどね、他の評価が著しく低い。まあまだノーランカーですからね。 KO マシーンね続いてますよ。まあこれからもちょっとね頑張っていきたいなと思いますけどね。そうですね、今のところなんとかね、おかげさまで3試合連続 KO というふうな感じになっております。
ちょっとサブミッションがねまだ1回しかないんで、まあ、ちょっと寝技もねやりたいんですけどね、ちょっとぼちぼちとやっていきたいなというふうに思います。はい、ということで今回はね、ここの試合までにしたいと思います。引き続きですね、とにかく引退まではずっとね続けていきたいと思いますんで、皆さんもねぜひ、お付き合いいただければと思います。コメントでもね、毎朝見ていただいてるっていう風なこともいただいて本当に嬉しいなと思います。僕もねこう朝の時間とかで上げてるんですけど、そういう風に見ていただけるとなんかすごい嬉しいなという風に思ってますんで、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ということで本日は、また、以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。